株式会社アスケードの那須野と申します。ケージのワークフローについて説明させていただきます。ちょっと最初にまず簡単に自己紹介させていただきます。弊社アスケードという会社でありまして、ソフトウェアの自宅開発をメインにやっている、従業員が16人、わずか16人の小さな会社です。で、主なお客様としましては、大手のメーカーさんや、あとはそこの研究所などの受託が多いんですけれども、まあ、一般的なその受託開発以外にもその技術コンサル的なことですとか、あとはスパコンの OS 開発に、やっているメンバーもいたりします。で、私自身はと言いますと、現在国立情報学研究所の横山教授らのグループが進めておりますアカデミックインタークラウドの、基盤技術のプロジェクトに関わっていまして、そこでその技術検証ですとか、あとは、いろいろプロトタイプ開発などを行っています。で、今回ですね、そのプロジェクトの中で、遺伝学研究所と、あとBBCLS の方、午前中にハンズオン担当された太田さんたちと共同で、ファントム5の、再解析のためのワークフローというのをギャラクシーの上に構築するという取り組みを行いました。で、今日はですね、そのインタークラウドの基盤と、あとそのギャラクシーの構築の話にも触れながら、ワークフローの内容について、説明させていただきます。で、なおですね、まだコミュニティギャラクシーの中にこのケージのワークフロー入ってないんですけれども、今後これもこのワークフローも組み込む形で誰でも利用できるようにしたいと思っています。で、情報学研究所が進めているアカデミックインタークラウドについてなんですけれども、これは全国の大学ですとか研究機関が持っていますそのクラウドシステムですね。それぞれのその機関が持っているクラウドシステムと、あとAmazon ですとか、Google なんかの、パブリッククラウドを連携させた形でそのインタークラウド環境を構築しようというものです。で、バイオインフォマティクスの分野に限らないと思うんですけれども、そのアカデミックコミュニティが抱えている、例えばその物理ですとか、天文学の分野もそうかと思うんですが、大規模計算、大規模科学計算のためのユースケースというのが、いろいろあるわけなんですが、その実行環境をインタークラウドで、実現するために、そこで役に立つようなパース基盤、例えばそのバーチャルクラウドプロバイダーというふうに呼んでるんですけども、そうというミドルウェアを今開発しています。で、スライドの一番後ろの方にですね、ちょっとこの、バーチャルクラウドプロバイダーに関する参考資料を載せておきますので、後で気になる方は、ご覧いただければと思います。で、どういうものかといいますと、その広域に、分散することが可能な仮想データセンターといったような仕組みになります。で、このバーチャルクラウドプロバイダーの上にですね、いろんな種類のパース環境を簡単にそのインタークラウドで構築できるようにしたいというのが狙いの一つになります。で、このようなパース基盤の一つのユースケースとして、今回はそのギャラクシーを選択しました。で、そしてそのギャラクシーを置くだけじゃなくてですね、それがちゃんと使えるのか、ちゃんと動くのかどうかっていうのを確かめるために、ファントム5のプロジェクトのケージデータに対応する解析パイプラインを載せまして、ケーススタディを行ったということになります。で、ちょっと簡単にそのシステムの全体構成についてワークフローの前に説明したいと思います。ギャラクシーは午前中のハンズオンのところでも話がありましたけれども、 PC のようなそのローカルの環境で解析プログラムを動かす以外にもですね、そのバックエンドに、スパコンですとか、あとは PC クラスターのような、そういうところで有用されるそのジョブスケジューラー、分散リソースマネージャーとか呼んだりもしますけれども、そういうのを接続したりですとか、また最近のバージョンですと、
Docker のコンテナによるツールにも対応したりしています。で今回はこのクラスター管理のツールとしてメソスオーロラというのを利用できるようにちょっとだけカスタムギャラクシー自体をカスタマイズしました。今こういう大掛かりな環境じゃなくても一応今回のワークフローは動く形にはなっています。で、メソスのクラスターの中の各ノードでその Docker コンテナ形式のツールが実行できるようになっています。まあメソス今回使ってるんですけれども、たくさん計算ノードがある場合にその CPU やメモリなどを抽象化してあたかもその一つの巨大なマシンのように扱うということができます。ちなみにこれはちょっと余談なんですけれども、先週ちょっと話題になってた話で、Apple の Siri というアプリケーションがありますけれども、それはバックエンドにメソスのクラスターを利用しているらしいです。数千台規模らしいんですけれども、ちょっとApple の技術者の方がメソス関係のイベントで明かしてくれていました。で、続いてワークフローの説明です。ファントム5の全体像は、こんな感じなんですけれども、今回はベーシックとエクストラとあるうちのベーシックの部分だけについて、論文に書いてある通りの解析手法で、その再解析するためのワークフローというのを作成しました。でフロー図はにしますとこのようになっていまして、そうですね、最初にデータのクレンジングがあって、で、マッピングをやる前に、まずその、リファレンスゲノム配列のインデックスを作成して、で、マッピングして、フォーマット変換して、で、最終的には、CTSS という、ペット形式のファイルにするが出来上がると。で、これが結果の上ファイルも公開されていますので、その再解析の確認という意味では、それとちゃんと同じものが出来上がるかどうかっていうのを確認するというのをやりました。で、Galaxy のワークフローエディターで見ますとこんな感じになります。で、使用するツールについてなんですけれども、ここで出てくるその RRNA Dust っていうのとは Delve というツールに関しては、この Phantom 5のプロジェクト用にですね、理研の中で作られた専用のツールなんですけれども、これはPhantom 5のプロジェクトのウェブサイトからソースコードの形で入手することができます。で、あと SAM ツールズと BET ツールズは、OSS で公開されている一般的なものですね。で、ワークフローの使い方で入力データなんですけれども、入力データとしましては、Phantom 5の場合は、今、DDBJ のシーケンスリードアーカイブス、DRA の方で、合計1385個のファストQファイルが、公開されています。これを入手しています。あと、リファレンスデータは、RNA 配列と、あとリファレンスゲノム配列 とになります。で、出力の方は、これ、ベッド形式の CTSS ファイルということで、こういうケージタグ そのマッピングの開始位置とその個数が入ったファイルと。ということになります。で、ツールの実行パラメーターがいくつかありまして、これは RNA Dust と Delve に関しては Phantom 5のために作られたようなものだと思いますので、ここに書いてあるパラメーター変えられるんですけれども、一応デフォルトのパラメーター値で実行するということができるようになっています。で、あとそのツール、マッピングクオリティの値とかですね、この辺も上ファントム5での設定値はこういうのになっていました。で、あと RNA Dust と Delve というコマンドのサブコマンドで C.align というのがあるんですけども、これらに関しては、処理スレッド数を設定指定することができますので、そのマルチコアの環境ですとかクラウド環境、早い環境、マシンの環境であればそれに、合わせた形の、パラメータを設定してあげればよりパフォーマンスを引き出せるということができます。最後に今後の計画についてなんですけれども、まずコミュニティギャラクシーに組み込むにあたりまして、
まあ、そのファントムファイブのベーシックの部分に加えて、KGピークディテクションのステップまでちゃんと最後まで実行できるようにちょっとプログラムを追加しようとしています。であとクラウド基盤側の話ですね。クラウド基盤側の方としましては、まあ、こちらが一応我々の関心のラインではあるんですけれども、そのデータ分割によってパイプラインを並列実行できるようにしたりですとか、あとはその、まあ、広域分散で実行するときとかにその解析プログラムごと その処理特性に合わせてそのメソスクラスターに対してリソースの割り当てを指定できるようにすると、まあ、その結果その計算リソース全体の利用効率を向上させるということを目指しています。であとファントム5以外のパイプラインですね、ワークフローに関しても動かせこの基盤で動かせるっていうことを検証しようということを想定しています。はい、以上で私の発表を終わります。ありがとうございます。